はい、私今ですね上海の敦煌大学に来ています。まあ、敦煌、これは漢字で書くと同様の同同じっていう字に、G は経済の財ですね。で敦煌大学というふうに言います。上海のメトロでもですね敦煌大学っていう駅がありますので、まあ、そこからね降りるとすぐ、駅降りると、まあ、ここに来るわけですね。まあ、敦煌大学 の、 MBA プログラムはですねこの私の後ろにあるこの、建物、ね、近代的な建物ですけどここがですねこうビジネススクールになりますね。でここで学ぶと。そしてちょっとねこういう風にやると向こうがに見える建物あれがですね敦煌大学の、まあ、校門になってですね、まあ、キャンパスがバーッと向こうに広がっていると。でもビジネスの学生はまあここで学ぶというような感じです ね、 ねこういった建物先ほどですねここの7階のところでですねアドミッションの方にやってきていろいろ話をしてきました。まあ、ここのスクールの売りはですね、まあ、MBA もそうですけどあとはマスターオブグローバルマネジメントというプログラム、まあ、この2つがですね、まあ、売りかなと思います。まあ、2年のプログラムで、まあ、英語でやるプログラムになるんですけども、まあ、20人か30人、ね、1クラス少ない学生はというところで非常に少人数で、一人一人のサポートが行き渡っているというようなところが大きな特徴かなというふうに思います。で特にですね、まあ、上海とか中国でビジネスを始めたい人そういった人にはおすすめのプログラムですよというような話でしたね。やっぱり中国でこうビジネスを始めるっていうことになると本当にねやっぱ中国人のパートナーが必要だったりします。まあ、そうしないと結構なかなかうまくいかないことがありますから、まあ、そんなところでねこうネットワークを形成する一緒にこうビジネスをやるようなネットワークを形成することがまあできると。あと教授もそういったね中国でのビジネスの始め方とかやっぱそういったところにもね精通してますので、まあ、そういったところが学ぶことができるプログラムかなというふうに思います。まあそんなところですかね。まあ、ちょっとねまだ時間がねまだお昼過ぎということでありますのでこちらの、正門からですねキャンパス入ってちょっとねブラブラしてこようかなというふうに思ってます。はい、こちら敦煌大学の、まあ、メインキャンパスの中にねちょっと入ってきましたけれども、まあ、非常にね大きくて、まあ、緑がねいっぱいあふれるキャンパスとこういうような感じですね。まあ、私こういうふうにこうキャンパスビジットをすると必ずそこの学食をね食べようかなっていうふうに思っているんですよね。なんかこうね学生と同じようなこう生活パターンをね体験したいなというふうに思って、でさっきねちょっとレストランみたいなカフェテリアって書いてあったんで、まあ、そこ行ってみようかなと、まあ、いうふうにちょっと思ったりしてるんですけど、まあ、それからこの敦煌大学の場合は本当にね MBA プログラムもすごく力入れていてですね、まあ、日本人のリクルーティングも非常にねこう盛んにやっています。 QS ツアーとかね、そういったものにこう積極的に参加したりしてますしね東京で。でこれからもねいっぱい、まあ、日本人が今いないんですよね。いないっていうことで、リクルーティングしていきたい。まあ、大体30人ぐらい、まあ、MBA だと大体30人ぐらいで11人がインターナショナルスチューデントというところで結構ヨーロッパのスチューデントがね多いみたいですね。でまあ、過去日本人はいましたけども、まあ、今年でいうとまあいないというところで、まあリクルーティングを、ね、していきたいという感じでしたね。なのでこう少人数で、あとはそれから、ね、2年のプログラムですね。少人数で、2年であとは、まあ、そういうアントレですね、そういったものに興味あるというような人はこの
トンジー大学のプログラムっていうのは非常に魅力的かなというふうに思います。でちょっとね、私は今からカフェテリアをちょっと行ってこようかなと思います。あんまりね、こう学生さんの顔が映っちゃうと良くないんで、これぐらいにして、ね、またちょっとね、トンジー大学の件についていろいろ聞きたいことがある方はまた連絡くれればと思います。それでは、またどうぞよろしくお願いします。